こんにちは。今日はコンセプトのマウスピースを選定していきたいと思います。
私はまとまるくんだと思ってるんだけど全体をさ均一にしてくれる感じでソフトな音っていう超いいですね。いいよね、吹きやすいよね。すごい、マウスピースだけでこんなに音色って変わるんですか。変わる変わる。で多分180使ってたよね。使ってました。あれ多分相当劣化してるでしょもう結構吹いて 3,4 年吹いてない。 3,4 年そうだよね。だから多分もう音が細くなってると思うから。あ、だから細くなってたんですね。うんうんうん、あれもともと太い音が出るマウスピースだから。でまあそれよりもさらにこっちの方が丸くて太い感じかな。あ、最近細いなって思って、うん、もう多分響きなくなってると思うだからだと、うん、劣化が。
音が。さっきの方が まとまってるかな。どうだろう。ちょっと違いがよくわかんなくて。嘘。結構違うけど。全然悪くないマウスピースだと。どれが一番私の楽器にマッチしてました。いや、私はやっぱ一番目が一番良かったと思うけど、吹いた感じどう？あんま分かんない。分かんないです。分かんない。ちょっともう一回一番目から吹いてみて。二番が一番なんか。二番鳴ってたね。そのなんか鳴ってるのと抜けてるのとちょっと僅差なのよ。あ、だからこうこっから使っていくとさ抜けていくでしょ。あ、だからその抜けが早すぎると。良くないからある程度抜けすぎてないのを私は選ぶようにしてて、その鳴るのと響きがあって鳴ってるのと抜けきってるのってちょっと違うから、あ抜けきっちゃうと響きがもうなくなっていっちゃう一方なのね。困っちゃう。そうそうそう。結構高いよね。え、2万6000なんとかぐらいですよね。え、そんなにしないと思うよ。え、公式で見たら2万6000円でした。本当に？本当です。え？2万6000円でした。1万いくらじゃないの？いや、そんなんじゃなかったです。え？コンセプトそんな高いっけ？高かったです。そう。マジ？え？マジで？はい。高いね。え？2万円でお釣りが来るんじゃないの？なんですそれが。これにしよう。うん、そうだね。今の方が合ってるね。素敵。OK、決定。ありがとうございます。はーい。